はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ。えー、このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、心臓ペースメーカーです。えー、最初にアダム・ストークス症候群について説明し、えー、次に不整脈の診断について説明します。そして、えー、除脈性不整脈の治療と心臓ペースメーカーについて説明し、 記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後に心臓ペースメーカーに関する国家試験過去問題を解説します。不整脈がですね、頻脈性の不整脈でも、除脈性不整脈でも、つまり脈が速くなる不整脈でも、脈が遅くなる不整脈であったとしても、たとえどちらだったとしてもですね、非常に重症になれば、 えー、脳血流量が減少します。つ,つまり、えー、動脈血が脳に流れ込みにくくなるわけですよね。えー、そうすると、脳が虚血になります、ね。脳虚血になって、そしてめまいがしたり、えー、時には失神、えー、別の言い方をすれば意識消失発作が起こるようになります。えー、この状態をアダム・ストークス症候群と言います。つまり、頻脈性不正脈だろうが、除脈性不正脈だろうが、脳虚血を起こして、 MI 失神を起こすことをアダム・ストークス症候群というふうに言うわけです。さて、えーね、じゃあその不整脈は一体何なんだろうというふうに診断するのに、えー、まず発作性の不整脈だった場合には、えー、必ずしも病院で不整脈があるわけではないので、えー、患者さんに携帯型の24時間ホルター心電図を装着して、まあ、それを解析して診断するということになります。 持続性の不整脈の場合はですね、病院でも授乳誘導心電図を行ってそれで診断をするということになりますね。でそれがですね、除脈性不整脈だった場合、えー、薬のです、ね、ベータ刺激薬を投与することがあるわけですね。ベータ刺激薬というのは交感神経のベータ受容体を刺激するという薬です。当然、交感神経が刺激されることによって で心拍動が促進されることになるんですが、えー、当然のことですけれども副作用として、まあ、動悸がしたり頻、ね、脈になったりするわけですよねでただですねやっぱりこれ必ずしも、ね、交感神経を刺激したら頻、えー、脈になるものばかりかといったら全然そんなことはないわけです例えば分かりやすい例で言ったら完全防湿ブロックといって心房と心室の間がブロックされていればですね えー、交感神経でどんなに同結節を刺激したとしてもですね、まあ、その人の序脈は治らないということになりますよねですからあ一般にですね徐脈性不整脈には、まあ、どんな徐脈性不整脈にも効く薬処方する薬はないと考えてください、えー、ですから徐脈性不整脈に対しては、まあ、心臓ペースメーカーを用いるという形になります さあ、その心臓ペースメーカーの原理ですよねえ。本体があって、そこからリード線が出ていて、心臓の中に入っています。これは、心筋そのものに人工的に電気刺激を与えて、え規則正しい心拍動を回復させるという目的の、えー、機械ということになります。そして一般的にはですね、まあ、体内植え込み式の心臓ペースメーカーを 使いますけれども、その適応疾患として有名なのが3度防湿ブロック、別名完全防湿ブロックです。心房と寝室の間が完全にブロックされてしまっているので、寝室から出る活動電位だけで心臓は動いてますけれども、心拍動していますけれども、えー、非常に呪膜になってしまう病気ですよね。それ以外にも、無物2型の2度防湿ブロックや、 えー、脳虚血症状や心不全を起こしている頭不全症候群といったも,ものがですね適用に疾患になります。不整脈について詳しく知りたい方はまた不整脈の会をご覧になってください、はいで。この体内植え込み式ペースメーカーを入れるとですね、えー、もう入浴も含めて、えー、ほぼ普段通りの生活が、ね、可能になりますし。 電化製品とかね、そういったものを使うこともほとんど問題はなくなります。ただ、電磁波に敏感であるというところがあるので、えー、電磁調理器、いわゆる IH 調理器といわれるものの近くに、まあ、長くいない方が良いですよといったような注意事項というものはあります。まあ、以前はね、えー、携帯電話とかもダメでしたけども、今はあまりそこまでは問題はないです。でところで、 電磁波を多量に使う、ねえー、検査というのがあって、それが磁気共鳴画像、いわゆる MRI 検査なわけですよね。えー、これはもう電磁波使いまくりの検査ですから、当然、以前はこれは近畿でしたし、今もできない方はたくさんいらっしゃいます。ただ、10年ぐらい前からですね、MRI 対応型の心臓ペースメーカーというのも使われ始めているので、まあ、心臓ペースメーカーが入っている場合には、まあ、それが対応しているのか対応してないかと。 いったようなですね、えー、確認することが大切になりますね、まあ。まずその前にペースメーカー入ってるか入ってないかはもう絶対に確認しなければいけません。さあ,あ、体内植え込み式の心臓ペースメーカーが入ってる人にはですね、毎日脈拍を自分自身で測定してもらって、えー、ペースメーカーが正常に作動しているかどうかチェックするというね、必要がありますよね。やっぱり機械ですから、えー、不具合を起こすこともあると。お 思っていいなけければいけませんそれから電池を使います。電池には当然寿命があります。これはですね、もう幅がいろいろあって7年くらいから20年くらいでこの電池の交換が必要とされています。まあ、あのそんなに難しいことではないんですけども、ちゃんと病院に行って簡単な手術は受けなければいけません。この体内植え込み式心臓ペースメーカーが入っていると、まれに えー、リードがですね横隔神経を刺激してシャックリを起こすことがあるんですね、えー、シャックリは医学用語では喫逆というふうに言いますやっぱりその場合にはあ電極の位置をちょっと変えたり、ね、それから刺激を弱くするといったようなね、えー、対応が必要になってまいります はい。国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルでは、ラーニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますけれども、LTD をすればそのような状態になるので、絶対に合格します。 えー、LTD は記憶の三原則の記名保存早期にも適しているので、学習効率の良い LTD を知りたいんだという方は、学習方法の回をご覧になってください。えー、それでは今回の復習をしましょう。SNS で今回学んだことを発信すると、それは早期の訓練なので、記憶に保存されて忘れません。えー、Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など、何でも構いません。 あなたの学びでクラスメートもそうやって覚えたらいいのかと決めることができて喜んでくれます。その時には「ハッシュタグ鈴木森チャンネル」、「ハッシュタグ心臓ペースメーカー」とつけてください。お願いします。最初に心臓ペースメーカー、何のために、ね、使うのか、植え込むのかという、ね、目的を説明してください。そして心臓ペースメーカーが入っている人で気をつけなければいけないことを説明してみましょう。過去の国家試験問題です。 ペースメーカーを装着している患者への生活指導で正しいなどれか。1番、腕立て伏せで大胸筋をえる。すいません、笑ってしまいますけれども、えー、そんな必要は全くありませんし、2番、体脂肪計による計測を定期的に行う必要もありません。3番、入浴時の推移はペースメーカー挿入部位より低くする、ね、というような必要もないんですね。4番、喫虐が続くときは受診する、えー、しゃっくりが続いてたらですね、もしかしたら。 電極が横隔神経を刺激している可能性もありますから、これは進めた方がいいことになります。ペースメーカー装着中の患者に近畿なのはどれかこれは以前は MRA が近畿でしたし、今でもできない方も当然いらっしゃいます。現在は対応型もあるので、ま,あ、まずは確認することが大切です。同じ問題ですねペーーースメーカー動き込みの 無を事前に確認すべき検査はどれかといったら4番の磁気共鳴画像 MRI 検査になりますさあ状況設定問題です40歳の男性会社員3年前の定期健康審査で除クを指摘されていた3ヶ月前から時折めまいを感じることがあったが放置していた本日会社から帰宅途中認識消失発作がありアダム・ストークス症候群の疑いで入院した脈拍数32回毎分 血圧120の8ト、mm、ル水銀中、意識は生命、めまいを訴えている。診断のために行われる検査で適切なのはどれかという問題ですね。当然、これは不整脈を診断しなければいけないので、そして今でもめまいを訴えていますから、病院であれば受入動心電図検査になるわけですよね。例えば共鳴画像検査 MRI をやって でも画像でね、この除膜の原因は分かりませんし、心臓カテーテル検査といえば、虚血性心疾患とか心不全の、えーね、診断とか、ね、検査に使うものですよね。4番、胸部 X 線検査も画像で除膜の原因は分からないわけです。はい、入院時、イソプロテレノール、β 刺激薬が投与された。患者に説明する内容で最も適切などれか。 交感神経刺激薬で体温が上昇することはありませんし、えー、ドキドキするようなら教えてください、つまり、ね、動機ですよね、これは動機は当然起こる可能性があります、皮脈と一緒に、えー。3番のですね、排尿しづらくなったら教えてくださいとか、4番のものが二重に見えるので気をつけてくださいという注意事項は、ですね、まあ、副交感神経遮断剤の、えー、アトロピンで、ね、よく見られる副作用なんですね、それも覚えておくといいと思いますね。 その後、ペースメーカー植え込み術が行われた。退院後は職場復帰を希望している。生活所で適切なのはどれか。1番、車の運転は控えましょう。ペースメーカーが入れば、ですねもう失神したりすることはないわけですね。日常生活はみんなできるようになるわけです。はい、毎日脈拍を測定しましょう。これ、正しいですよね。やはり機械ですので不具合とかが、ね、あるかもしれません。それを自分で見つけるのは。 えー、脈拍を測定して、えー、心臓ペースメーカーが正常に作動しているかどうかを、まあ、1日1回は最低確認するということが必要になります。3番、えー、電池の交換は必要であり,、えー、ありませんというのはおかしいですよね。えーまあ、何年かに一度ですけれども、必要になります。えー、4番、入浴時は植え込む部位がつからないようにしてくださいといった必要はありません。 はい、えー、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったらぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。え今回も最後までご視聴ありがとうございました。